広島 F2 は日本の広島県広島市をホームタウンとする日本フットサルリーグに加盟するフットサルクラブ。1999年創設。2011年 F リーグ巡回員認定。中国地方では初めて F リーグ巡回員認定されたクラブである。2018から19シーズンよりリーグ再編に伴い正式に F リーグ参入。ホームタウンは 広島県広島市。広島市や佐田区スポーツセンターを拠点に活動している。運営法人は NPO 法人中国フットサルプロモーション。小学生以下のジュニアチームを主、広島 F2 を有し、サテライトチームとして広島大学フットサル部広島大学 F2 と提携している。1999年広島大学の選手として、 第4回全日本フットサル選手権大会に出場した河野隆と安藤正春はより強いチームを作ろうと第51回国民体育大会サッカー青年2部優勝メンバーを中心に選手を集め同年11月に結成したすぐ中国地方の競合クラブとなる2007年に F リーグが開幕すると参入に向け動き出す2008年 約10社のスポンサーを集めたものの、チームの法人化が間に合わなかったため断念した。その後、運営法人を NPO 法人申請し、2011年4月、認証された。同年、F リーグ巡回員に認定され、F リーグ巡回員リーグに参入した。2016年、フットサル地域チャンピオンズリーグにおいて3位。2017年には、 フットサル日本代表首相経験のある村上哲也が監督に就任した。2018から19シーズンから F リーグはリーグを再編、リビジョン制を採用し F1 と F2 が発足する。その F2 の初代参加チームの一つとなった。2009年に発足したジュニア世代の育成組織、フットサルの普及及及びフットサル選手、 サッカー選手の育成を目的に活動している。全日本少年フットサル大会にも出場している。ありがとうございます。